はい、ということでね、ズンダです。ではファイナルファンタジー7の実況やっていきますか。とその前にちょっとくだんない雑談しちゃっていいですか。いやー、なんかこの時のエアリスの顔ちょっとブサイクすぎない？まあさ、あれなんだよね、その最近コロナウイルスのせいで商品が売れなくなってるじゃないですか。まあそのせいなのか、いやまあそのせいなんだと思うんですけど、本当にそのハイブランドの服とかなんかもですね、ファーフェッチとかなんかで、まあ、とんでもないセールになってて、もう 50% 引きとかになってるんですよね。もう特にジルサンダー見るとびっくりしちゃって、こんなに早くセールになるの見たことないんだけどっていうぐらい安くなっちゃっててね。いや驚かされるよね、あれ見ると。もうあぜん、だって春物ですよ。春物の服がさ、もうあんなに安くなっちゃってんだからね、ありえます？多分5月からいろいろね、服屋さんてかお店解禁されるんだろうけど、緊急宣言が解かれるんでね、もう多分すさまじいセール一気に始まると思うな。まあね、皆さんもセールの時に一気に服とか買うといいんじゃないですかね。まあ、僕は怖いのは、まあ、仮にこれ数年間続くんだとしたら、多分その、まあ、いわゆる洋服とかなんかっていうのをこう毎シーズン毎シーズン買うっていう文化は本当になくなっちゃうんじゃないかなと思ってて、いやそっちの方がむしろ結構心配だったりするんだよね。まあ、言っちゃえばそのね、いろんなお店が潰れていけばその供給力ってものが失われちゃうの で、供給力が失われてしまえば、例えば僕らがお金持ってたとしてもそれを供給してくれる人たちとか、まあ、その生産物ってものがなければいくらお金あってても何の意味もないんですよね。でそうなっちゃうんじゃないっていう、それが一番怖いですね、正直。本当そう思う。あれ、これマテリアの穴こんなに解禁できるっけ？釘バットってマテリアの穴ないんじゃなかったっけ？え、マテリアの穴あるんだ今。へえ、いいね、釘バット使っていくか。もともとこれ結構そこそこ強い武器だったんだよな。まあね、アイアンブレードもある程度技覚えたから使います、釘バット。じゃあ、あのオリジナル版だとね、釘バットで攻撃力やたらに高いんだけど、あのマテリアの穴がなかったんで、あんまりこう使い勝手良くなかったっていう、まあなんかそのやり込みとかなんかだけで使うような武器だったんですよ。ネタ武器っていうんですかね。あ、でもこれ育てたおかげでむしろマテリア普通よりも多く装備できるようになったんだ。どうしようかな、なんか炎系装備させておく。じゃあやっていきますかね。ちょっと前説長くなっちゃったけど、まあいろいろ怖いよねやっぱり。どうなっちゃうのかな本当に。お店もね全然やってないしね、俺失業者めちゃくちゃ増えてんだろうな。お、ヤマミグエンマ、これ2つも手に入れちゃった。釘バットかっこいいね。これネタ武器だったからな、オリジナルの時は。今回は釘バット手に入るの早いよね。本当は古代史の神殿で手に入るんだよな、釘バットってな。隠し的な感じで手に入るんだけど。てか俺さっきさ、顔洗ってる時に、独り言喋ってたらさ、洗剤が、入っちゃってさ、喉に。いまだにいがらっぽいんだけど、もうちょっとこれうがいした方がいいのかな。こんばんは。誰もいないね。お、そんな時間はない。それに、おい、見
ってのはそのあれだ。俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。ああ、信じらんねえな。じゃあどうすればいいの。ミグルミちゃん置いてってもらおうか。ミグルミってなんだ。ミグルミってのはな、その、うん、あれだよ。伝承だ。ミグルミが伝承か。もうめちゃくちゃ普通に戦闘まず見破っとくか。おお、全員見破れた。あ、縄張りにしてんだこいつら。全員魔法攻撃に弱いんだよな、このゲームって。炎かしかも。弱っ。弱っ。いいか、お前ら動くなよ。死んだふり、死んだふり。バレてない、バレてない。これマテリアか、これマテリアじゃねえか。どうしよう、これやった方がいいのかな。むずい。うん、後からまた襲ってくるのかな。めっちゃ弱かったな相手。ちょっと俺のく、なんか怪しくない？ずらかったところに物置いてあったりとかしない？そういう展開よくあるけど。ないか。いや、これ逆に追いかけてみんどう。この曲いい曲だな。浜渦っぽいな。これ上松さんの曲なんだったの今の敵。あんなのわざわざ用意する必要あったか。クラウド、どうしてソルジャーやめたの。いきなりだな。言いたくないならいいけど、ソルジャーの時仲のいい人とかいた。いや、いなかった。そっか、友達いなそうだもんね、クラウド君。こいつらもそうなのか。プロトスイーパーじゃん。 HP 高っ。攻撃を繰り返す敵が、あ、腕が暴走モード。まずこいつらから倒すか。エアリスめっちゃあれたまるね、アビリティ。めっちゃたまるね、ちょっと打ってるだけで。
お強い、何この技、かっこいい。減るなぁ。もうちょっと魔法強くてもな。ここは通れるわけじゃないんだよ。あ、こっちか。またこれか。てかエアリスってでもここの道使ってたこといっぱいあるんでしょ。よく今まで敵と合わなかったね。もっと先行けない？そこ半以下。どう？あ、どうしようこれ。ありがとう。今私が下ろすね。蹴るんでしょどうせまた。投げ。ないないか。ハイタッチしてくれるでしょ。ヘラード、次は合わせるからね。何の話だ。ごめん。なんかありそうだよね。で金盗まれすぎだろこれ。回復マテリア成長した。ケアルが覚えたかついに。あ、リジェネか。あ、ケアルが覚えた。うわ、すごい。まあでもそうか。あ、三か。あ、懐かしいこの公園。あ、こういうとこあったね。これ6番街。7番街スラムへ抜けるゲート。閉まってるな。
開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。ミラーが、こっち。早く。昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。なるほどね。まあでもね、その初恋の男性のことをずっと覚えてるっていうのもね、なかなかいいもんですよね。普通の人はすぐ忘れて別の人のとこ行くからね。あんな男知らねえよみたいなね、初恋の男とか知らねえよって感じじゃないですか、大体の人。おお、なんかこれ宝物。大事だね、こういうの。まあ、エーテルぐらいじゃしわいな。お、これ面白そう。あ、こんな遊びできんだ。よし。何？何を喜んでんじゃん。これは？何もないか。ここでエアリスと別れるんだっけ？いやー、そうか。なるほどね。それじゃあ、
え、なんかあるのここ。いや。もしかして寂しくなった？なんでこれ格好？よかった、無事だったんだ。どうなってる？事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？エロ、エロすぎだろ。ダメ、ティファが最優先。ティファはそのあたりの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所。大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。行こう。あそこの地下通路ちょっと気になるけどな。入れないの？ちょっと行ってみたかったりするんだけど。はいはい、わかりましたよ。なんであんなことになっちゃったんだ、ティファは。覚えてないな。なんでああいうことになっちゃったんだろう。コルネオに売られたのか。これか。いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちも暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、いらんのか？何騒ぎやがる。なんだ、いねえか。そのチョコボ車に乗ってた子探してるんだけど。探してどうするつもりだ？もちろん助ける。その子がタイプなんだって。だから。いいじゃん、もう好きだね。と言っても結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？いやこれ難しいね。いや、これしかないだろ、正直言うと。他の選択肢ありえます？わかんないでしょ、他の人、この辺の情報。スタイルがいい。スタイルか。もしかして、ティファちゃんか？そうだ。うん。兄ちゃんも
ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ。あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションで？コルネオさんが呼べる選ぶオーディションさ。ティナちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないか。ドン・コルネオの居場所を知らないか。おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か。起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった。とにかく、街の中探してみよう。コルネオの屋敷に行くのか。有楽街って感じ。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは？結構です。クラウド、行こう。さあ、ウォールマーケットまで入ってきたところで、ここで一旦切りますか。じゃあどうもありがとうございます。皆さん、またもしよかったら見てください。ずんだでした。